皆さんこんばんは、イカカイと申します。お集まりいただきありがとうございます。私たちが、月1回、音楽復習と演奏機械の補填、それから技術向上を目的としてお届けします。イカカイライブの今回第3回です。巷では緊急事態宣言が出ましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。大変な状況ではありますけれども、皆さんに、元気だったり、何かを提供できるように、頑張っていきたいと思います。はい。まず最初に、皆さんへのお願いだけご説明をして、演奏に入りたいと思います。まず、音と映像のズレだったり音量バランスだったり、配信に問題があれば、教えてください。ライブ中は反応できないかもしれないんですけど、そちらはご了承ください。また、今回ですね、画質をちょっと高めにできるように、設定を変えているので、何かトラブルが起こるかもしれませんけれども、そちらもちょっとご了承いただければなと思います。次に、こちらの配信は、一般公開しているので、本名だったり個人情報は出さないようにお願いします。YouTube チャンネルの概要欄にも載せているんですけど、ペンネームがあるので、私は与筆字で、ピアノアズバという名前を使っていくので、コメント等される際はそちらの名前を使ってください。はい。では、早速演奏に移りたいと思います。まず第一部は無伴奏です。パガニーニの、24のカプリス第3番とローデの24のカプリス第3番、それから、バッハの無伴奏バイオリンパルティータ第1番より、アルマンドとドゥーブルの順で演奏をします。今回は、パガニーニとローデがですね、左手を酷使するプログラムでして、正直つらいので曲間は長めに撮らせていただくかもしれないです。はい。それではお聴きください。
はい、ありがとうございました。続いて第2部へ移ります。第2部では、
魔女の宅急便から、2曲、お届けします。旅立ちと、優しさに包まれたならですね。はい、それではお聞きください。
はい、ありがとうございました。これにて本日の演奏は終了です。最後に今後の予定をお話ししておきたいと思います。まず今回演奏した、パガニーニローでは、月に1回1曲ずつ演奏していきます。それに合わせて、バッハも分割して演奏をしていきます。パガニーニとローでは、24曲あるので、2年で1周する計算になりますね。はい。こちらは、1ヶ月で皆さんにお聞かせできるクオリティにするという、私の挑戦でもあります。はい。また、ズバさんと一緒に、ジブリをはじめとする、知名度の高い曲も演奏していきます。こちらについては、曲をリストアップしてですね、私、ヨヒツジを中心に耳コピで楽譜作っているので、そこまで曲数は大きくならないんですけれども、実は、リクエストもいただいたりしているので、ポップス系やアニメの曲にも取り組んでいく予定です。はい。で、毎回の演奏はアーカイブとして残すことに加えて、動画としても投稿していますので、そちらもぜひ見ていただければと思います。次に、リクエストや質問等は、質問箱からお願いします。YouTube チャンネルの概要欄にリンクがありますので、そちらから、書いていただければと思います。はい。最後に、次回の予定ですけれども、こちらですね。イカカイライブボリューム4、私誕生月スペシャル、カッコ仮ですね。はい。ということで、2月20日の土曜日を予定しております。普段の曲に加えて、第1部で何かもう1曲やろうかなっていうところと、あと第2部で、もののけ姫。で、3曲、アシタカ石器と、アシタカとサン、もののけ姫の3曲を、やる予定です。改めてツイッターと SNS で告知するので、ぜひ聞きに来てください。はい。それでは、ちょっと時間過ぎてしまいましたけど、これでイカカイライブボリューム3を終了したいと思います。皆さん、こんなご時世ですので、体調にはお気をつけてお過ごしください。それでは、ありがとうございました。バイバイ。